中日ドラゴンズ、サヨナラ負けの翌日、2選手が登録抹消となりました。あのプレーが監督の逆鱗に触れたんじゃないかという声も上がっておりまして、総勢4名の大型入れ替えについて詳しく見ていきたいと思います。宇佐美選手の2軍降格が決まりましたけれども、ファンからは懲罰降格なんじゃないかという声も上がっています。木下選手の調子がなかなか上がらないということもありまして、木下選手はバッティングもそうですし、盗塁阻止率、このあたりもかなり苦戦しています。なので今年も木下選手が正捕手という感じではなく、木下選手、宇佐美選手、加藤選手、この3人を併用して、なんとかキャッチャーを運用していくと、そういった形で開幕から進んできました。今年の打撃成績は38試合の出場で2割5分6厘、出塁率が2割9分7厘、OPS が599、得点圏打率が3割5分3厘という成績になっています。ホームランこそ出ていないですけれども、打撃の面では木下選手、宇佐美選手、加藤選手、この3人で見れば宇佐美選手が最も期待できますし、優秀な成績を残していると。キャッチャーで OPS 0.6 ぐらいあれば、今の野球であれば十分かなと、そんな成績ではあります。ただ6月の中盤ぐらいからちょっと打撃成績がこう下降気味ではあったというところではありますけれども、それでも木下選手が本調子というところまではいかない中で、加藤選手もバッティングで苦戦しているということで、宇佐美選手が途中から入るとか、そういったケースも考えられますし、宇佐美選手の存在っていうのはかなり重要な選手だったというふうに思います。ただですね、リューク選手がアウトになった後ですね、ファーストランナー高橋周平選手という場面で、宇佐美選手に打席回ってきて、高橋周平選手走らせてエンドランをかけて、外野も相当後ろに下がっていましたので、もしかするとワンヒットでこうランナーホームまで返せるんじゃないか、そんな場面もありまして、エンドランがかかりました。ピッチャー徳山投手が投げたボールは、外に外れたんですけれども、そこまで大きく外れたという感じではなくて、正直エンドランのサインがかかっているのであれば、なんとか当てたいと、それぐらいのボールではありました。そして高橋周平選手、そんなに足が速いランナーではありませんので、少しキャッチャーも投げるの遅れましたけれども、セカンドアウトということになってしまって、結局ノーアウトランナー二塁の場面から、リューク選手がアウトで、この宇佐美選手もエンドラン失敗ということで、得点を取ることができなかったんですね。結局その悪い流れっていうのが続いてしまって、最後はイニングまたぎをしたフェリス投手がホームランを打たれて、試合終了と、そんな流れになってしまいました。結構中日もいい感じでここ最近来ていた中でのあのサヨナラ負け、相当痛い敗戦になりました。ちょっとチームの雰囲気としても悪くなってしまったということもあってなのか、懲罰降格なのかは定かではないですし、バッティングの状態も確かに悪かったんですけれども、とにかく2軍降格が決まったという流れになりました。では続いてもう一人2軍降格が決まった選手を見ていきたいと思います。そしてリューク選手も感染特例での登録抹消が発表されました。リューク選手は今年2軍でのプレーが長かったんですけれども、昨年1軍で相当バッティング苦戦していたんですけれども、今年は体重も増やしてかなり力強いようなスイングができるようになって、2軍でも長打ホームランも出るようになりました。なので2軍では自己最高の OPS772 と、かなりいい成績を残していました。ただ1軍に昇格してからは逆方向に合わせるようなバッティングが目立ってしまって、ずっとヒットが出なかったんですね。リューク選手の打撃成績をこう見ていくと、引っ張った打球がヒットになるケースっていうのが極めて高い、そんな選手なんですけれども、1軍に上がるとなんとか結果をと逆方向に打ってしまうと、そんな感じで苦しんでいました。ただ7月9日の DeNA 戦、久しぶりの打席だったんですけれども、かなり今までと比べて力強いスイングができるようになっていました。1打席目から、しばらくアウトは続いたんですけれども、もしかすると、ちょっといい感じかもしれないと、そういった変わった雰囲気が見られたんですけれども、終盤の重要な局面、先頭バッターで引っ張った力強い二塁打を放つと、本当にいい働きでした。ものすごく重要なランナーで、このランナーが返せればと、ノーアウト二塁のランナーですから、本当に重要だったんですけれども、バッター高橋周平選手がバントの構えをした際に、そのバットをボール球で引いたと、その時にリューク選手がこう慌てて飛び出してしまってアウトになったというのがありました。リューク選手としては当然少しでもボールが転がったら早くこうサードに向かうというような思いがあって、すぐにこう行こうというふうに思っていたら、
まあ、バッターが、まあ、バントをせずにこうボールを見極めたと、まあ、それがこうギリギリまでもしかするとバントをするような動きに見えたというような感じでリューク選手が飛び立ちしてしまって、まあ、結局、まあ、山本選手からのこうスローイングでアウトになってしまったと、まあ、そんな流れがありました。リューク選手の抹消に関しましては感染特例ということになっていますので、まあ、体調的な問題で2軍に降格ということになったという形ではあります。ただ宇佐美選手が抹消になったという背景を見ると、まあ、もしかするとこのリューク選手もこの感染特例がなかったとしても抹消になっていた可能性もゼロではないのかなというところですね。では続いて宇佐美選手とリューク選手の代わりに1軍昇格となった選手について見ていきたいと思います。2軍から昇格する選手1人目が樋口選手です。2軍ではここまで打率が2割8分6厘、ホームランが1本、盗塁が13個、4つ失敗、出塁率3割5分4厘、 OPS が687という成績になっています。リューク選手の代役というような感じで、まあ、二遊間の樋口選手の昇格という感じですよね。まあ、昨年は2軍でも打率が2割ちょっとぐらいということでバッティング相当苦戦していたんですけれども、まあ、今年は2割8分6厘まで上がってきて、まあ、初めてホームランなんかも出まして、まあ、やっぱりバッティングの状態というのはかなり上がってきていますね。まあ、正直いつ1軍に上がってもおかしくないというぐらいの打撃の状態ではありました。まあ、ただですね、2軍では主にセカンドを守っていて、まあ、ショートの守備っていうのはそんなに入っていないんですね。基本的にショートは、まあ、ロドリゲス選手、リューク選手、このあたりの選手がずっと守っていたので、まあ、基本的には樋口選手セカンドを守っていました。まあ、加えて、まあ、守備率で見ても、まあ、セカンドでは9割7分台と、まあ、ちょっとミスが目立つなっていうぐらいですし、まあ、ショートでは、まあ、さらに守備率もかなり低くなっていまして、まあ、ちょっと確実性の面においては課題が残っているという選手ではあります。まあ、1軍で仮にリューク選手の代役でショートで、まあ、守備に入るということになると、まあ、ちょっとエラー含めて、まあ、不安な要素っていうのは結構大きいとは思います。まあ、ただロドリゲス選手がスタメンで起用されたりすると、まあ、途中で代打とか、まあ、そういったケースもありますので、まあ、途中からこの樋口選手がショートに入る、まあ、もしくは山本選手が入るのかもしれないですけれども、まあ、樋口選手が入る場合っていうのはもしかすると、まあ、ちょっとエラーっていうのは心配になるかもしれません。そして石橋選手ですね、1軍に昇格となりました。ここまで2軍では2割6分3厘、ホームランが1本、打点14、出塁率4割1分1厘、 OPS753 という成績になっています。まあ、今年も2軍ではバッティングやっぱり好成績残していて、打撃に関しては昨年の1軍の成績もそうですけれども、まあ、しっかり結果を残せる選手ですね。木下選手、宇佐美選手とか加藤選手に次いで、まあ、次世代の正捕手として大きく期待されている選手です。まあ、ただ2軍降格になった理由がスローイングに課題があるという部分で、まあ、盗塁阻止とかこのあたりに関してはちょっと不安が残ります。まあ、立浪監督もあんまりこの石橋選手を1軍で起用してあがらないというような面がありまして、やっぱり守備に不安があるというところですね。まあ、第3捕手というような感じでの昇格になるんですけれども、まあ、宇佐美選手がいないとしても、まあ、加藤選手、木下選手が中心に起用されて、まあ、石橋選手はあまり出れないという可能性もあるかもしれません。以上です。